皆さん、WeWork っていうシェアオフィスをご存知でしょうか。そもそもシェアオフィスって何かというと、1ヶ月いくらってお金を払って自分が仕事する場所を借りる、みんなで借りる、そのことによって、ちょっと安い値段で、自分が使いたいだけ場所を借りることができるっていう、そういった場所がシェアオフィス、コワーキングオフィスって言われる場所です。今シェアオフィスの業界で世界的に注目されている企業があります。それが WeWork です。 Do what you love、 これが WeWork のキャッチコピーです。WeWork にはソフトバンクの投資が入っています。なんで日本にも WeWork のオフィス最近オープンしたんですけれども、バンクーバーも去年の11月にオープンしました。僕は去年の11月から試しにこの WeWork を契約してみています。今ここでお話ししている場所がまさにその WeWork バンクーバーです。いつもこんな感じで作業してます。さて、WeWork を使い始めてだいたい4ヶ月ぐらい経ちましたんで、ここで1回僕がお気に入りの WeWork のポイントをご紹介したいと思います。まず1つ目がコーヒーです。WeWorkのコーヒーすごい美味しいんですよ。マシンで入れただけのコーヒーなんですけれども、マシンとは思えないような美味しいカフェラテを出してくれます。お気に入りです。さてさて、次におすすめのポイントは、ビールサーバーがあるんですよ。で、これ正直僕全然使えてないんだけど、っていうのはバンクーバーの、法律で何時以降はこういうふうにサーブしちゃダメとかいろいろルールがあるので、そのルールに基づいた範囲でサーブされます。正直そのルールに関しては分かっていないんですけれども、毎週木曜日にはハッピーアワーがあったりして、 WeWork のメンバーみんなで飲んだりするっていうような、そういった行事が行われています。それから普通かもしれないんだけど、大きな冷蔵庫があって、この冷蔵庫の中に自分のフードとかドリンクとか入れておくことができるので、適宜必要な時にここから出して飲むことができます。細かいことですが、こういう感じで電子レンジもあるので、ランチは温めて食べることができます。そういうキッチンエリアで準備したランチだったり、ビールだったり、それからコーヒーだったり、こういったものをどこで飲むかというと、ここですね、ラウンジエリアがあります。とてもおしゃれな感じの家具が揃っていて、非常に座り心地のいいソファーもあって、僕はこれも気に入っています。みんなここで結構ハッピーアワーを楽しんだり、ここで座ってる人はいつでも声をかけていいよっていうような、そういったカルチャーがあります。さて、次に会議室をご覧いただこうと思います。全部で会議室が5つあります。これが1つ目の小さい会議室ですね、はい、こんな感じの会議室です。3人掛けの椅子と大きなディスプレイ感じですね。一番小さい会議室です。次に、真ん中ぐらいの大きさの会議室です。ここで僕よく深夜に作業してます。ホワイトボードがあるのが魅力的です。これね、はい、ホワイトボードがあるお部屋です。で、椅子は5、6人掛けられるような感じになっています。非常に便利な部屋です。最後に一番大きいカンファレンスルームも紹介しましょう。ここはもう10人ぐらい座れます。で、ホワイトボードがやっぱりあって、で、くつろげる感じです。シェアオフィスってね、いろんな人と一緒に働くんで、もし電話がしたくなったよとかスカイプしたくなったよっていう時には、ここのフォンブースっていうのがあります。一人掛けの椅子と机があって、中に入るとある程度の音が遮断されます。ここで僕は YouTube ライブをしたりとかもしています。ちょっと暑いんで、長くやるときは先の会議室で YouTube ライブしようかなと思ってます。こんな感じの施設がある WeWork なんですけれども、ここはバラードステーションという街の中心部の駅の、すぐ近くの立地にあります。全部で30階ぐらいあるビルの中の16階にこのシェアオフィスがある感じです。
同じビルには他に Amazon だったり Shopify だったり、そういったスタートアップ系ネット系企業も入っています。 WeWork ってちょっと変わってるのは、企業としてシェアオフィスのスペースを借りることもできるということで、そういった大きな企業にも使われています。そんな感じで WeWork の紹介終わりです。ちなみに費用は僕が借りているホットデスクのプランで1月450ドル、自分のデスクが欲しい方は600ドルという感じです。もしバンクーバー来て WeWork とかシェアオフィスとか興味あるよという方いらっしゃいましたら、Twitter の DM とか YouTube でご連絡いただけましたら、何かしらアドバイスもできるのかなと思いますのでご連絡ください。それじゃあ以上です。バイバイ。